글이라는 만화는 안 그리고 썸을 넘어 불륜으로 발전한 남녀가 있습니다. 마음 같아서 머리끄댕이라도 붙잡고 싶었을 텐데 커다란 충격에 휩싸이게 됩니다. 남편의 불륜을 만화로 그려 복수하는 큰 그림, 영화 선생님 내 옆에 앉아줄래요입니다. 伏線も 綺麗に 回収されてて 最終回として 完璧ですね。 それで 終わってすぐ あれなんですけど 次の連載のことも 近いうちに 詰めたいと思ってまして。 え? 千佳さん、 少しはうちの奥さん休ませてあげてよ。 少しはって言いつつ もう 5年も 休んでる先生がいますよね。 5年じゃなくて4年ね。 待ってますよファンが。 まあ私なんですけど 考えておきます。 次の連載のこと。あ、ありがとうございます。じゃあこれお預かりしますね。駅まで送ってあげたら。あ。え、いいんですか。すみません。じゃあ編集長にもよろしくお伝えください。はい。 本当にお疲れ様でした。 만화가인 남편 토시오와 편집 담당자 치카는 부인인 사와과 몰래 정을 나누는 사이였습니다. 하지만 아직까지 심증만 있고 무증이 없는 상황 속에 편집 담당자 치카를 배웅까지 하게 해주고 있습니다. 하아가 지고? 두 사람의 불륜을 의심하던 사와과는 친정엄마의 교통사고 소식에 막 배웅을 나선 토시오를 찾아 나섰다가 그만 두 사람의 문제적 장면을 목격하게 됩니다. 그리고는 아예 친정으로 본거지를 옮기게 되죠. 이런 사실을 전혀 알 수 없던 토시오는 시골 생활에 적응하기 위해 사와코에게 운전면허 취득을 권유하게 됩니다. 앞으로 어떤 일이 벌어질지 아무것도 모른 채 말입니다. 오자마시마스. 오카에리. 마, 도이 도코로마데 와자와자. 와자와다시마스. 대쩌부데스카? 사와코의 운전면허 도전이 시작됩니다. 하지만 면허 따랴, 토시오의 부정을 모른 척 눈 감아주는 연기하랴, 게다가 새로운 만화까지 그려야 하는 그녀는 스트레스가 이만저만이 아닌 것 같습니다. どうかした? 뭔가 운전 できなかったらしくて. 에? 乗らなかったの? 악셀이 踏めなかったって. 하? 본인 이와く 운전 恐怖症だそうで. 스트레스ですかね? 漫画のことで頭悩ませてる。なんか怒ってる？なんで？黙ってるから。ごめん、ネームのこと考えてた。あ、そっかそっか。あ、ごめん。無理して話さなくていいよ。昨日一気に進んで。お、そうなんだ。え、農業ファンタジーやることにしたの？やめた。え？ ゼロからやってる。題材は？不倫かな。だいぶ方向性違うね。今日夕方まで授業入れたから5時にお願い。あ、はい。もしもし。あ、ちょっと聞きたいんだけどさ。はい。 아,そうだよね. 도시오상, 아이타이です. 그녀의 새로운 작품을 슬쩍 엿보게 됩니다만 두려움과 질투에 휩싸이게 됩니다. 자신의 불륜이 들통난 것인지 아님 사와코의 상상 속의 드라마인지 차마 확인할 수 없는 답답해 미치기 일보 직전의 상황입니다. 아니, 그래. 아나타, 이키마데 오쿠테 아게타라. 예, 이인데스가. 스미마센. 아. 남편의 불륜을 저격하는 소재로 만화를 그리는 사와코. 영화 링의 주인공 사다코보다
여기 이 사와꼬가 더 무서운 것 같습니다. 사와꼬의 만화가 이어지면 질수록 도시오의 불안함도 계속 커져만 갑니다. 니와 이나카그라시 車の免許を取る必要に迫られた私は教習所に通い始める。사와꼬의만화가점점더흥미진진해지고있습니다훈남강사신따니의등장에불안함을감출수없는토시오내로란물은바로이런상황을두고하는말이아닐까합니다お待たせしました今日は橋本先生お休みなので代わりに担当させていただきます新谷と申します。おお、やったじゃん。うん。いや、免許取れないかと覚悟してた。어디까지가픽션이고어디까지가논픽션일까요사와꼬의만화에서시작된아니토시오의불륜에서시작된조용하고치명적인복수전은과연어떤결말을맺게될까요끝까지함지켜봐주시기바랍니다何かありました？何か。いつもよりスピードが出てたのでそんなこと珍しいから何かあったのかなと思いまして。만화책에서나있을법한일이아닐까했습니다만이것은실제상황이었습니다훈남강사신따니와사와꼬의훈훈한모습에토시오의속은시커멓게타들어가고있는것같습니다왜슬픈예감은틀린적이없는지그사람본순간다리에힘이풀려주저앉고마는토시오입니다少しは休んだら毎日朝から行って帰ったら仕事って無理してない大丈夫行きたくて行ってるから実は机の上に置いてあったネームさあれ沙和ちゃんだよね教習所の先生とじゃあ敏夫君は不倫してるってことだって敏夫君実話だって言うからないよそれはでも勝手に読むなんてひどいね토시오에게기회를주고싶었지만잘못을인정하는그에게사와꼬는더이상미련을두지않을것같습니다네임은書かないの続き読みたいあれ書くのやめようと思う勝手に読んだからだよね気にしてたんだ違うよ私の問題敏夫君の漫画はどう書けないから何を見ても心が動かないんだよ측근하기도하고안쓰러워보이기도했을것같습니다함께한지난5년의시간이주마등처럼지나며많은생각을하게하는것같습니다아요아이마커피를내아하이おはようございますちょっとドライブに行きたいから車貸してくれる？え？まだ一人じゃ危ないでしょ。ついていくよ。そんなに遠くまで行かないから大丈夫。연어를따고나서첫주행여러분들은어떠셨나요저는설레기보다는약간두려웠던기억이납니다사와꼬는거침없이첫주행에나섰습니다그리고는밤이늦도록돌아오지않았습니다이쯤되면경찰에신고라도했어야하지않을까요다음날이되도록연락조차없던그녀가한통의팩스를보냈습니다조용하고치명적인복수란바로이런것을두고하는말같습니다사와꼬가돌아온줄알았습니다만편집담당자이자불륜녀인치카가왔습니다오이사시부리데해맑습니다그것도미치도록말입니다こんにちは突然お邪魔してすみません私사와꼬先生の編集を担当しております사쿠라다と申します
白い。連載いきますね、これ。え？は？リアルで面白いです。いや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 、リアルってこういうこと？でもこのキスシーンは手を絡め合うコマがあった方がもっと盛り上がりますよね。공과사가이렇게철저히구분되는그녀는진정한프로인것같습니다도시오さん先に置いてかれちゃいましたね ちょっといいですか？どういうつもり？本気で連載持ってくつもり？困るっていうことは私と不倫してるのが…いや、ちょっと声…私と不倫してるのが事実だって認めることになりますよ。このまま隠し通せれば何も問題ありませんよ。意地悪だな。いや、ちょっとやめなさい。ちょっとやめなさい。이렇게때와장소를가리지않고대범한애정행각을벌이는그녀는토시오와는다르게이상황을즐기는것같습니다마치남의일처럼말입니다남편의불륜을응징하는만화가사와코역의코키하루는영화작은집으로64회베를린영화제여우주연상을수상하며믿고보는배우로거듭나게되었습니다이번영화에서도안정감있는연기로극의흐름을지루하지않게잘이끈것같습니다私、新谷先生のことを利用したみたいで、すみません。利用されたって構いません。さて、夫はどんな顔をするんだろう。いただきましたすごくいいじゃないですか本当ですかよかった沢子先生どこ行ってたんですかああはいちょっと続きは現実でってことですかね피할수없는고통이라면그녀처럼즐겨봐야하겠습니다사와코그녀의팬끝에서완성될이들의결말은과연어떻게될까요거짓과진실이뒤섞인두사람의서스펜스로맨스지금까지영화선생님내옆에앉아줄래요였습니다불륜을벌이는남편을만화로응징한다는설정이무척이나신선했습니다게다가이야기는불륜을다뤘습니다만무겁지않고유쾌했습니다엔딩의반전을기대해보셔도좋을것같습니다현실과허구의경계가아슬아슬하게교차하는신선한소재가인상적인선생님내옆에앉아줄래요전편영상꼭한번관람해보시기를추천드립니다영상재밌게보셨다면구독좋아요부탁드립니다